はいどうもお疲れ様です。それではね、私速稼中の久保が今日も世相を切っていこうかと思います。今日の記事はですね、48歳、非正規で貯蓄は50万しかありません、転職も難しいですし将来は生活保護しかないでしょうか、ということで、私も同じ年代でですね、48歳、確かに非正規で貯蓄が50万ということは、これ50万というのはね、貯蓄というよりも月末に何かで引き落とされたらもう空っぽになりますよみたいな金額だと思うんですよ。それからエアコンですとか冷蔵庫だとか生活耐久財をちょっと買い替えるのもこの50万がね、虎の子ってなってしまいますから、いざという時、実家に帰ってどうにかするっていう時でも50万ね、結構こうカツカツで50万は貯金と言えるような金額ではないのかなっていうふうにね、失礼ながら思いますけども、さあ記事の中身はどうでしょうか。老後の生活を支えてくれるのが年金です。しかし十分な年金支給額が見込めない場合、老後に不安を感じる人も多いのではないでしょうか。そこで48歳、非正規で貯蓄は50万の人を例に挙げて、将来は生活保護しかないのか解説していきます。合わせて生活保護の受給要件や今からでもできる老後対策を紹介していきましょう。いや、ぶっちゃけきついですよね。もう50前後で貯金がほとんどない状態。老後の蓄えって言ってもね、所得が限られてますから、その日その日でもう自転車操業だと思うんですよ。じゃあ将来の貯蓄って言っても本当スズメの涙ぐらいしかできませんし、じゃあ当てにできるほどの年金をかけれるかって言ったら、これもね、なかなかない話だと思います。本当にもうね、一か八か投資に手を出して大抵の場合やられて、もう借金苦で、50代にして終わったなみたいなね、そんな感じになるのかなと思うんですよ。いや、はっきり言って苦しいと思います。65歳以上の単身世帯の平均支出とは、金融庁の発表によると、2019年6月に公表した高齢社会における資産形成管理という報告書において、老後2000万円の貯蓄が必要になると言われました。この金額の根拠は、夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職の世帯の場合、年金を中心とした収入に対して、平均毎月所得5万5000円が不足することからですと。5万5000円が不足するから残りの寿命をかけるというふうに算出していくと、2000万円ないと埋められないよってことなんですよね。でも実際現実2000万なんていう貯金を60代でできないわけですから、どうしてくれるんだと。そういう時のために私たちは高い国民負担の税金を払ってきて、いざという時に助けてもらうはずなんじゃないかなっていうところなんですけども、いざとなったら知らんぷりというね、ほんとふざけんなよと、自民党裏金がこの野郎と思うところですけども、記事を読んでみましょう。では65歳以上の単身世代の平均支出はどのくらいなのでしょうか。総務省統計局によると、2022年、平均が15万5495円が毎月出ていくと、食費が3万7485円、これで収まりますね。住居費1万2000、もう収まらないでしょこれ。水道光熱費1万4000、何がし、これじゃ足りないですよ。交通費、通信費、娯楽費が1万4000、なんだ、老後の第二の人生でたった1万5000円ぐらいしか遊べないんですかってことですよね。何が豊かな老後だと、この国どうなってるんだと思いませんか。住居にかかる費用が1万2746円と低いのは持ち家の人も含んだ金額だからです。いやでしょ、持ち家でもね、もうちょっとかかりますよ。賃貸だったらよっぽどでしょ。せっかくあの持ち家買ってもね、結構ね、ランニングコストかかりますからね。で、貯蓄50万円では生活費が足りなくなる可能性があるでしょうっていうふうに、可能性があるでしょうじゃなくて、絶対足りなくなるでしょう、こんなの。誰が見ても。どうやってこれでやっていくんだって話ですよ。それこそ、死なない程度の生きている状態なら、なんとかなるっていうことでしょ、生活保護の要件とは、というふうにね、書いてありますね。これはもう皆さんご存知だと思いますので、このまま飛ばします。2ページいきます。今からできる老後対策、ないでしょう。え？48歳であれば65歳までまだ17年もありますって言うけど、17年の間にもお金は出ていくんですよ。17年がね、まるで貯蓄できる期間だみたいな言い方は甚だ私は納得できない。貯蓄する期間としては十分です。できるわけないでしょう。一番稼げてる時期にできなかったわけですよ。転職や副業が難しい場合は収支を見直して節約できるよう、節約はすでにしてるんだっつうの分かってないな。だいたい手取りが少ないところで節約するところがないんだよ。でしょ？節約ってのはね、毎月毎月30万40万入ってる人のやることですよ。ね。結局ね、20万前後以下の方の節約ってのは、節約してもう足りないからどうしましょうかっていう相談なんですから。
節約してくださいって言ったってもうできませんって感じですよ。じゃあもう究極ね、3食を2食に減らす、風呂を1週間1回にするっていうふうな、そんな節約になるわけですよ。そんなことをさせるんですか、どういう国ですかって話じゃないですか。ということで私の怒りをぶちまけただけになりましたね。でもそうでしょ、納得できないな。終わります。おはようございます。今日は月曜日でございます。月曜日はね、私がですね、まあ朝一番というか、だいたい朝9時とか10時ぐらいからスーパーに出かけていくんですね。何を隠そう、私自炊、子育て、家事、育児全部一人でやっております。もちろんね、その合間にお金稼ぎもちゃんとやってますよ。で、買い物に行くのはそもそも私がね、飲食店を一人でオープンした時からずっと買い出しをしてるわけなんです。もっと言ったら一人暮らしが長かったんでね、もう買い物とか調理とか、それから片付けとかゴミ捨てとか、まあ一人暮らしで全てやるようになりましたね。もうそれも30年ぐらいやってますね。で、家族を抱えても相変わらずそのペースは変わらずに、このように月曜日に買い物に行っております。さあ今日はですね、どういう買い物を主婦としての私がしているのかね、これ大体毎週月曜日同じもの買ってますんで、コンスタントに行ってます。大体購入金額がね、今日はね6500円ぐらいでしたね。まあそれを今日はね、皆さんと一緒にお見せして、どのぐらいのね食事量になるのか、いつ誰が何を食べるのか、これを分解していこうと思います。こちらが買ったものです。それではね、これをね一気に展開してお見せしていきましょう。ちょっとこちらをご覧ください。はい、じゃあこちらに並べてみました。ガーッとね。で、総買い物金額が6645円でございます。いや、このうちね 10% は払わなくてもいいような消費税というものがくっついてるんですけども、まあ本来ね6000円弱の買い物でございます。さあそれではね、どんなものを私がね今日今週作ろうとしてるのか、食べようとしてるのか、ご紹介申し上げましょう。まずね、こちらの方にあるのが鍋材料でございます。白菜があるでしょ、それから人参でしょ、でこちらに金茸類が2種類、もやしが3袋ね、大根は118円で半分、こんにゃくが58円、へい、でお肉ね、お肉も買っております。牛肉です。で、そんなところかな。あと肉団子がありますね。で、タレがキムチのタレということでございます。で、卵も使うかもしれないので買ってきました。以上、鍋材料がまずありますね。その次に、今日お昼に食べようかなと思ってるのが、この惣菜類でございます。ね。これに、ちょっとサラダをあえてね、で、汁物を作ったりとかすると、豪華ランチが出来上がるということでございます。パックのままビュッて出すことはありません。きちんと盛り替えたりとか、盛り付けたりとかしてね。これを素材として、お料理としてね、食卓に並べるまでにグレードアップしていきます。さあ、そしてですね、こちらの方に、ぶちうまい焼きそばっていうのがあります。これがね、すごく美味しいんですよ。美味しい。これをね、例えば今日買うの初めてなんですよ。ブチ美味しいって言うんで、ちょっと試してみようかなと思ってね。58円で一玉です。普段買ってるのが、48円のやつなんで、それよりも10円ちょっと高いんですよね。さらに19円一玉っていうのもあります。で、19円一玉は私の好みではないんで、めったに買わないんですけども、買うとしたら、美味しい48円の焼きそばの卵と19円の卵と合わせて、それで混ぜこぜにして、それでね、2玉分の焼きそばを作るってことはあります。今日はこのカープ印のうまい焼きそばを、6個買いました。これはね、深夜早朝用です。で、バターはこのいいやつをね、これ、1玉1000円しますけどもね、これがいいんですよ。オリーブオイルとかね、キャノーラ油は全く使いません。この、しっかりとした油、バターをね、3ヶ月とか4ヶ月で、少しずつ使っていくって形になります。結局こっちがいいと思います、私はね。それから、海苔がありますね。これはね、ヤマトくんが好きなんでね、ヤマトくんに買ってあげます。これ、一つ298円で70枚入ってますね。はい。で、焼きそば、98円でした。これが、ヤマトくんが夜中に焼きそば食べたいってたまに言うんでね、そういう時に緊急で作るようになってます。普段はね、こっちの焼きそばを作ってあげるんですけども、で、このニシンのソース焼きそば、実は買うの初めてなんですよ。98円で売り出しだったんで買ってみたんですけども、どんな味ですかね。普段は、評判屋っていうやつを買ってますね。これがね、評判屋が88円とか98円とかで出てて、私が食べてみたら結構美味しいんですよね。はい。で、牛乳は、これ、いつものやつ。安い。で、コーヒー牛乳も、
たまに飲みたくなるんで、こちらの方ね、138円で。はい、その他、まあ奥さんがたまに食べたいっていうね、肉まん、これも買ってきてあげようかなってことです。5個入りで198円。それを2つです。いいでしょ？で、ヤマトくんがおやつに食べたがるかなと思って買ってきたのがこれ。以上かな。はい。ちなみにこちらの牛肉ですけど、鍋に使って一部焼きそばに使うっていう形で、1パック880円の、ニュージーランド産のね、牛肉ということでございます。本当は国産が欲しかったんですけども、国産の棚まで手が届かなかったんで、お客さんがいっぱいいて、今日は妥協しました。はい。という形でね、私の食卓を彩るこちらの食材、お鍋にして2人で3日分、そしてランチに1食分、焼きそばが3食分ということで、週の前半、月火水はこれでやっていけます。6500円ぐらいですかね。なかなかだから自炊ってリーズナブルでしょ。で、これにプラスアルファ、冷凍しているお米をね、たまに解凍してカレーにしたり牛丼にしたりっていうので、食に変化を持たせてるかなっていうことです。当然お鍋をしたその次の日っていうのはお鍋の量が減っていたりね、したらやっぱうどんとかそばを入れていって、鍋焼きうどんとか鍋焼きそばにして食べようかなってところですね。まあ、本当にね、いつもこの時期あったかいものが食べれる、ありがたいなと思ってますね。はい、ということで今日は以上でございます。うちの食卓はこんな感じです。よろしく。